トーナメント大会とかですね、まあ、本当フリーファイトの大会でもチャンピオンになりましたし、まあ、本当にアメリカを代表する格闘家というこの10年間はモーリス・スミスは支えてましたよね。8年間無敗、はい、一言で言いますけどこれはすごいことですね。じゃあそのモーリス・スミスが青コーナー、そして赤コーナーにはアーネスト・ホースト。さあスペシャルバウト、アーネスト・ホースト対モーリス・スミスの一戦が始まりました。いや93年の K-1 グランプリの2回戦ですね、はい、この時は僕は本当にモーリス・スミスの方が大きく見えたんですけどね、あれまさかの左ハイキックであの時、いわゆるインパクトの瞬間にモーリス・スミスの頭蓋骨が動いたという、ね、もう本当そのぐらいの衝撃度あったでしょうね、本当そうですよね、あれは未だに忘れられません。そして何かあれからこの K-1 のいわゆる K-1 の戦い方の歴史が始まったような、ねうね、気がします。というか K-1 のイメージですよね、あの衝撃的な KO シーンが、まあ、K-1 だっていうようなイメージがもうかなりインパクトありましたからね、はい、赤いグローブ黒いトランクスがその時勝ったアーネスト・ホースト、現在はすでに K-1 界の頂点に立っています。昨年の K-1 グランプリチャンピオン、おフロントキックモーリス・スミス。そしてこのモーリス・スミスはかつて8年間無敗という不敗神話を築き上げた男です。現在は36歳になっていますが、しかしこの人は年齢を全く感じさせません。その後アルティメットに、まあ、その道を移しましてね、そうですね、やっぱチャンピオンを制覇してまたアルティキックの世界に戻ってきたんですが、はい、まあ、アネス・ホーストとは本当にいいですね、久々に戦うということでですね、モーリス・スミスは頭のいい選手ですから何を考えてこの一戦に、どういうふうに取り組むのかちょっと見てみたいですけど、なるほどね、このハイキックは要注意というふうに話していました。赤いトランクスがモーリス・スミス、赤いトランクス、ブルーのグローブです。さあ石井館長、はい、やっぱりアメリカ人にとってはこのモーリス・スミスの試合というのは一つ楽しみかもしれません。そうですね、館長自身はこの試合どういうふうにご覧になりますか。今僕すごく見たかった試合なんですけども、93年にやった時は、コース86キロなんですね。非常にね、今はもう96キロですか、だから10キロ以上体重増やしてますよね。そうでした、だから決してなんかホースの方が今日はなんか大きく見える感じですね。あ、本当そんな感じがしますね、おっと下に飛び込んでいったモーリス・スミス。スミスも何か衰えたというような声も出ますけども、しかしアルティメットのチャンピオンになっているわけですし、館長、モリス・スミスが弱くなったというそういうような感じじゃなくて、K-1 ファイターがやっぱりレベルアップしてきてるんですね、まあ、佐竹がこの間ね、ドローという形になりましたけども、そうですね、全体的に K-1 のレベルが上がっていると上がってます、まあ、それがこのホースト戦で一つどういう形で、まあ、答えが出るか分かりませんが、あの時5年前はアーネスト・ホーストはモリス・スミスを見上げる存在でした。モリス・スミスは優勝候補の一人でした。そのスミスを破ったアーネスト・ホーストが現在はその K-1 の頂点にいます。モリスはやっぱりやりにくそう、緊張してますよね。慎重ですよね。なるほどね、やっぱ分かるんでしょうね、アーネスト・ホーストのオーラを感じているかモリス・スミス。第1ラウンドがここで終了しました。あーこのブーイング、これは谷川さんもっと打ち合えっていうことでしょうね。まあ、やっぱりモーリスに対する攻めに対してもうちょっと、なんとかしてくれよって感じでしょうね。そうでしょうね、どうしてもやっぱり受けに回ってるのがはい、モーリスの方ですからね、さあ第2ラウンドが始まります。そのモーリスが左側、第2ラウンドが今始まりました。さあ、あのブーイングにモーリス・スミスがどういう風に動きを変えてくるか。そしてフロントキック、おっと滑りました。なんか今日やっぱり足がちょっとあれみたいですね、滑りやすそうですね。そうなんですかね、今日の部分もちょっとそれが見られたんですけど、さあ左を伸ばしながら、しかし左のジャブも速いですね、スミスも。いやスミスですよ、ジャブとかうまいですよ、非常に速いですね。さあミドルキックの打ち合い、しかしまだアネスト・ホーストは持ち前のコンビネーションでスミスを撹乱する形には出ていません。逆にスミスもなんか狙っているそうで、ちょっとホーストがあれですね、これもホーストもちょっと中に入るのは、危険だと思ってるかもしれないですね、なんかいろいろ試しながら何狙ってるんだろうと考えてると思うんですけど、しかしホーストもやはりそれだけこのモーリス・スミスのことを認めているという、ね、一つの証明でもありますが、左フックは空振り、しかし今のローのカットも完璧です、モーリス・スミス。やっぱり右のアッパーとか右飛び込んだ、伸びた、
はい、失礼しました。モリ選手の右ラッパとかも倒せますからね。そうですね。あ、ナイスボディですよ。右のボディ伸ばしていきました。アネストホースト、ボディ効きましたね。はい、アーネストホーストのハイキックが要注意というふうに語っていたモーリス・スミス。でもモーリス選手があんまり攻めてもないんで、ホーストもやりにくいでしょうね。やっぱりもうちょっと出ないとダメですね、モーリス選手は。ちょっとホーストも自分から動きにくい、はい、まずはローから組み立てていこうかという感じのホースト。さあ第3ラウンドが始まりますが、ああやはり出てきたか。今左でちょっと挑発しました、モリス・スミス。赤いトランクスがモリス・スミス、かつて8年間無敗を誇った男。そして右側が黒いトランクス、おなじみのアーネスト・ホースト。さあ右のハイキックは空振り。僕はホースト選手のスピードにちょっと自信がないですよね。さあ、さあローキック、モリス、モリス・スミスのローキック。フランク・シャムロックが、そうですね、これ我々の、作っている映像ではない、地元のホスト局が作っている映像なんでなかなか撮ってくれませんが、あ、また頭がぶつかりました。コーション、コーション、ね、あれは両方ですからね、今のね、はい、さあ左フック、ローキックの台に左フック。しかしこれはダウンではない。ダウンじゃないですね、はい、足を引っかかっただけです、しかしローキック今早かった。さあチャンスと見た、モーリスが動く。モーリスはだけどずるい試合をしようとしてますね。いや、そうですね、はい、老下ですよね、本当に老下な。もう何も攻撃をする意思がないと見せかけて、ポンと入ってくる。カウンター合わせて、逆にチャンスを見るように入ってくると。いや、モーリス・スミスがこれだったんですね。36歳は36歳の戦い方、ね、この辺が逆に言うとアーネスト・ホースもだって決して慌てる選手じゃないんで、どう戦っていくか、はい。しかしでも入り込むスピードは往年のスピードを感じもしますね。あとモーリス選手体つきが本当パワーありますからね、ああまたブーイングだ。あ、これはもうこういういわゆるクリンチワークっていうのはちょっと石井館長、アメリカでは全くダメみたいですね。ダメですね、さあこれから第4ラウンドです。第4ラウンドが始まります。またも気を伺うモーリス・スミス。やっぱモーリスはやっぱ試合を作ってますよね、コースはちょっとやりづらいですね。確かにそうですね、はい、モーリス・スミスの頭の中には5ラウンドフルに戦って、5ラウンドフルの中からいくつチャンスを見出していくかというような戦いのように見えますがね。だからモーリスみたいな選手がですね、完全に受けに徹して、逃げちゃうとなかなか捕まえられないんですね。アーネストホーストを持ってしても捕まえきることができない、いつも後傾ですから、はい、ご覧のように後ろに重心がかかっている左側モーリス・スミス。あ、今の入り方なんかは93年の左のハイを決めた時の入り方になりましたね。あ、そうですか。あの時は離れ際だったんですね。離れ際に左のハイ、あれは全く見えなかったみたいですね。モーリス・スミスが失神 KO でした。ちょっと後ろになったところに蹴りが入りました、アネストホースト。さあリスタート、左から攻めていく、ね、さあまた右のロー、ローのペースが上がってきたか。ロー効いてますよね、効いてる。モリス・スミスの足、先ほどまではきちんとカットしてましたけど、カットしなくなりましたね。完全に足が流れてましたね、モリスの方がクリンチをしてますよ ね、はい、今ね、ちょっとモリスはアーネスト・ホーストのローキックを食って、いや表情も変わってきますね。変わってきましたね、はい、さあ一発の左フック、これは空振り。右側がミスター USA モリス・スミス、そして黒いトランクスがミスターオランダアネスト・ホースト。右ストレートで飛び込んでいく、ブレイクブレイクノーホールディング、OK、ブレイクブレイク、いよいよこのアーネスト・ホースト対モーリス・スミス、この戦いは最終ラウンドに入ります。やはり36歳という年齢、その戦い方というのは分かりますが、いや年齢じゃないですね、やっぱし作戦でやっぱ最初行かないとダメですよ ね、やっぱ倒す気がないとやっぱ K のリングに上がる資格はないですよ ね、フルラウンド多分
100% でいってしまうとややきついという気持ちがあるのか、うん、ただあの考えながらですよね、5ラウンドフルダウン戦いながら、まあ、その中での少しのチャンスを、右ストレートアッパーで生かそうという作戦なんですけども、やっぱちょっと消極的ですね、消極的ですね、さああと3分やっぱプロはですね、お客さんのファンの心をつかまないとダメですからね。最終ラウンドのゴングが鳴りました。さあこれはもうミラージュホテルボンルームのファンは激しい打ち合いをおそらくは期待していると思います。まあモリスいきなり首相撲から入りましたね、はい、さあローキックモリスが出ます。モリスですよ、まだ 今でもですね相手を倒せるパワー持ってるし、はい、インサイドワーク持ってるし、本当勝負としては分かんないと思うんですよね、はいはい、ただまあ本当にガンガンいかないと、せっかく地元でそうですね、ミラージュホテルで試合をやってるわけですね。全米のファンが見つめています、はい、そしてこれはカナダあるいはブラジルにも現在生中継されています。さあ右飛び込んだアーネストチャンス、アーネストオーストが捉えた、ついにモーリスの顔面を捉えました。アーネストオーストの右が伸びましたね、伸びましたね。モーリスはスイでかわしたつもりだったんですが、はい、当たってしまいましたね。あの時の感じていた間合いと今のホーストの間合いは違うんでしょうかね。やっぱり逃げてるなって感じでしょうね、さあまたのローキック、さあじりじりとホーストが前に出る。これではもうさすがのモーリス、あホーストとしても攻めきれないでしょうね。いいですね、またも末、そして火を見て、あーローキックは効きましたね、効いてますね、効いてますね。さあまたロー嫌がってますよね、うん、全部嫌がってます。左足がかなり来てますね、残りが30、いや時間がないですね、はい、お下に吹く、もっと、まあ、もうホーストはね、でも一発狙いすぎなんですね、だからもっと小さく小さく出していけば、はい、もっと左手のね小さい動きができるはずなんで、さあ左のボディ、そして左の、はい、これはスウェーデンかました、惜しいですね、ちょっと大きく狙いすぎですね、さあ残り時間がほとんどない最終ラウンド、ホーストはこれ、ホーストはこの作戦だったと思うんですよね。いやちょっと行ってほしいですね。ここで試合が終了しました。やはり今崩れ落ちました。モーリス・スミス効いていました。効いても立てなかったですね、ずっと我慢してたんですね、我慢してたんですね、前回のね空手を引いた時に武蔵です、まあ、足首最後落とされましたけど、はい、モーリスにとってはもう我慢の試合だったんでしょうね。For the winner by unanimous decision from the red corner, Ernesto Mr. Pitcher. 試合終了後の2人は対照的だった。かつてのキックの帝王モリス・スミスもホーストを崩せなかった。The change to a new era. Now the K-1 champ is definitely Host.Congratulations, Mr. Host. Thank you very much. Comment, please. Yes.